U から23日本代表候補のオランダ一部スパルタ MF 斎藤光希が25日、オランダから帰国した。今季リーグ戦ではシーズン途中に負傷で離脱した期間もあったが、21試合に出場して3得点5アシストをマーク。仕掛けの部分、裏への抜け出しは、相手が嫌がってるなって自分でもわかる。 そこは通用する部分というか、今までもずっと通用してきたので、これからも出していきたいなと思っています。と手応えを口にした。U から23日本代表がパリ五輪出場権を獲得した五輪アジア最終予選は、国際 A マッチ期間外だったため、参加することはできなかった。 チームメイトで同代表候補の MF3 のヘシュンスケと共に試合はチェックしていたが、正直すごいもどかしい気持ちがありました。やっぱり見ることしかできなかったので、自分も戦ってやりたいっていう気持ちはすごくあって、と率直な思いを明かした。パリゴリン本大会も国際サッカー連盟、FIFA。 が定める国際試合期間外のため協会の招集に強制力がなく、各選手の所属クラブとの交渉が必要となる。それでも、斎藤は、ずっと代表活動でもパリオリンピックを目指してやってきたので、そこはやっぱり特別な思いがあります。最終予選を映像で見てたっていう悔しさもあるので、出られればですけど、バリ五輪にぶつけたいなと思ってますし、 活躍すれば自分のキャリアにとってすごい大事な大会になってくると思う。そこは本当に頑張りたい、と、個人の思いとして出場への強い意欲を示した。